密保護法に反対するスタックアクションのメンバーです。毎月1回こちらの赤羽駅で反対のアクションを続けてきました。施工が間近に迫っていますが、これからもこの秘密保護法廃止に向けた運動を大きくしていきたいと思います。皆さんも力を貸してください。それでは廃止に向けたスタッフアクションの仲間からスピーチを続けていきたいと思います。伊集院先生さん、お願いします。あ、すいません、私元野球部だったんですけれども、私は一巡で、トップバッターで1番センター竹内と申します。高校時代私は野球と駅伝で全国大会を目指して新潟県の山の中を走っておりました。で、私この話はまだしたことないんですけれども、私は高校の時はあんまり政治に関心なかったんです。で、どちらかというと、あんまり良くなかったんですけども、私をこういう活動に誘ってくれた方がいるんですけれども、中村さんという1年先輩の男の方だったんですけれども、その方は小林武二さんが大好きだったんですけれども、その小林武二さんと同じ29歳で病気で亡くなってしまいました。私は本当に活動家としては非常に頼りない、人間ですけれども、やっぱり空の上から星の上から中村さんが見ててくれるんじゃないかということで、こうやって皆さんと一緒に活動を続けられることを本当に幸せに思っております。特定秘密保護を、廃止させるために、もう本当に戦争は絶対してはいけないというのが、先日亡くなった菅原文太さんや北区在住の有名な俳優である宝田明さんも戦争に絶対、戦争に経験された方はやっぱり実感としてわかると思うんです。今の安倍さんや石破さんは戦争を経験された方ではありません。だから戦争の悲惨さというのを身をもってわからないんだと思います。自分たちは戦争に行かないけれども、若者や、を戦争に送る自衛隊を戦争に行かせるということで、そういうことは絶対にこれからも許してはいけないと思いますし、私たちは皆さんと共に市民の皆さん、住民の皆さんと一緒に声を上げて頑張っていきたいと思いますので、決して諦めないで、私たちのやっぱり私たちは憲法をバックにしているわけですから、この憲法違反の悪法は、そもそも効力がないということなので、こういう法律を通すことは憲法違反のそのものだと思っております。本当に皆さんと、これからも、一緒に頑張っていくということで、決意表明したいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。特定秘密保護法廃止。